はい。重ねるときは女性に重ねて1m ぐらいやろ、うん、もうちょっとか。君のパンツが YouTube 界にさらされる、うん、できたら最小限にしてこっち重ねる分、うん、うん、やりたい、あのハンマーまだあるからどんどんやっていっていただけると助かります。はい、いいこの辺で1メーター、まあそうね、ここちょっとコンクリートあるかもしれないからちょっと気をつけながら打って、これぐらい、うん、もうちょっと最初はゆっくりトントンって、うん、いい感じですね。じゃあどん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 、はい、どんどんペース上げていきましょう。カッターの方がいいんじゃん。ここはギリギリまで行くの。うん、そう。くん、ずっとパンツが YouTube に。え？パンツ。モザイクかける。お尻にモザイクかけられる。ありがとうございます。おお。で、それはその50cmのところで使う。金とここの縦にこうやって切り目ハサミ入れるって言ってたよ。そう、監督出てきた。ふん。お。ご苦労。お疲れ様です。はい、水羊羹は？水羊羹？これ？水羊羹に見えたな。水羊羹。おうち泥棒入ってないよな。セキュリティガマガマやけど。じゃあ、次はこっちで。はい。泥棒入ってこん。なんかね、こんなんでいいの？この土んとこだけちょっとこう残す人もいるのよ。ああ、丸く切ったり形して。なるほど。だからどっちがいい？簡単な方。木の立場からすると2個欲しいな。うん、なんでちょうどちょっと線を決めて。とりあえず切り込み入れて貼ってから。カッターでやってもいいかもね。うん、それでもいいか。うんうん、じゃあそうします。そしたら、うん、もうちょっとじゃあ。え、なんでそこ測って何センチか測ってもチュって切ったったらいいんじゃん。チュって？うん。こっから。チュって。こっからここまでの長さを測って。30ぐらいですか。30センチやったらこの30センチ、今度この切れよ30センチ測る。ちょっと
地主その辺の計算できる賢い人おった30大体30、うん、30のところに切り込み入れたら OK やんな。どこまでかっていうのは半分ぐらいな。まあ半分ぐらい、うん、でこっちにこう切って、すぐチューと切ってる。半分だね。半分ちょっといく。うん、半分かな。うん、おー、ちょうどいい。すごい。すごい。すげえ。すごい。すごい。なんか全然でもこれでもできたやん。ありちゃう。もう完成。もう完成。テープ止めようかな。ここだけちょっと仮止めで。なんかデリッシュキッチンみたいな。これからのアングルが。ガラス容器おるな、ここな。こう切ってさ、うん、入れてさ、うん、ああそういうことな、半分にな。そうそうそう。オッケーオッケー。ねえねえ。あ、いい感じ、いい感じ。そうそうそう。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。綺麗。いいや。いいやいいや。オッケー。めっちゃいいやん。いいやん。普通の芝は伸びるけど、これは気持ちいい。ええな。いい感じ。めっちゃいいやん。でもこれなんか踏むのもったいないな。芝をそのまま打ち込むと食い込んじゃって、あそこピンやって分かっちゃうから、ここを打って、うん、で芝を避けて
打って散らすと、芝生がその自然に打ち込まれてないっていう感じになるらしいです。人工芝の YouTube の人、 YouTuber の人言ってました。ほんで、これ大変な、避けて打ち込むと、これを打ってこうか、も打って切ろうか、うん、うわっ、切ってきた。ちょっとだけこっちが長かったから、うん、やばいよ、やばい、切ってきたらいいかな。ちょっと撤収も考えて打ち込みだけ